は今日何気なく口にした一行足らずの短い言葉で誰かの心を深く傷つけてしまった。あの時僕はどうかしてたんだ。自分の心を逆なでるのを止めたいのにどうしても止められなかった。たとえ見当違いだとしても言葉は悲しいほど言葉のまま弾丸やミサイルのように軌道も変えられず届いた場所で必ず誰かを無意味に傷つけてしまう。僕は問いかける。僕の中に僕の知らない僕がいて舐めたはずの悲しみを見当違いの誰かで話さないかどうか。ばかりの小さな可愛い子犬を囲んで笑顔をこぼし撫でる人たちに紛れて、やっぱり同じように笑いながら小さな頭を撫でながら革靴で尻尾の先を踏みつける人を。確かに忘れていくことで人は生きていけると、全てを記憶のゴミ箱に詰めてしまう前に、あの胸がねじれた時に感じた痛みを誰かに感じさせぬよう覚えておくんだ。僕は問いかける。僕の中に僕の知らない僕がいて、慣れたはずの悲しみを見当違いの誰かで話さないかどうか。これは毎日起こるかもしれない僕の中の戦争、戦う相手は他の誰でもない自分を相手の戦争。問いかけることをやめれば負けてしまう。